知らぬ空に吐き出すため息は無色富でまるで空っぽみたい。ページめくれば景色を変えるのでカレンダーめくっても変わってもしない僕こすれまぶた前の電車の中まるで誰かの人生のエキストラみたい。ただ欲しかったのは今を生きる理由。イメージしてた未来にどれだけ近づけたんだろう。